どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、本日もテレビアニメチェーンソーマンコラボで登場するキャラクターズを一部ご紹介ということで、昨日に続きチェーンソーマンコラボの情報来ております。はい、昨日ね、あのー、デンジことチェーンソーマンですね、の性能が発表されて、うわ、つえーみたいな感じで紹介したんですけども、今日もまだまだ新キャラいるということで、実際に見ていこうと思います。いきましょう。まずは、マキマからですね、見ていきましょう。はい、こんな感じになります。 学生がバインドスキブ封印ガードブレイ三色攻撃8個ボイス、超惑星三色攻撃強化ですね。レアリティは星8って三色攻撃9個え、スパイファミリーコラボやってます今もしかして。これスパイファミリーコラボんってことまあ、でも三色攻撃強化9個持ちなんで、火力は実際2.5の球場ということで、倍率としては、ま、3814倍ぐらい。まあまあな火力出せるかなぐらいの感じでありますね。3814倍なんで。 歩くとしては悪くはないぐらいかなの感じです。スキラー落ちこなしダメージ無効貫通にドロリフが3ターン。わー強い。シンプルな強いやつですね、これ。延伸不要キャラで、レベル120キャラで、まず無効貫も撃てる上にドロリフが3ターンっすもんね。いやー、偉いっすね、これ。無効貫3ターンはさすがに。で、まあ、そうね。あの、盤面花火とか返せて、しかも無効貫も撃てるから、まあそう考えたら結構多色のサブ要因としてはもちろんのこと、 なんかうまいこと使えれば三色攻撃なんで結構幅広い編成で無効感ドロリフ使えそうっすね。あーこのスキルはね、これ3ターンは結構ヤバめのスキルですね。これ後からどんどん注目されるタイプのキャラだと思うし、実際やっぱさ、 花火返しをできるかどうかって今いろんな編成において話題になってきてる場所になっていてそこをねしっかり対策できて無効感対応できる巻き間っていうのは非常に活躍できるかなと思いますただまあ多色だと逆にまあ無効感戦在使うことになるのでまあそこがちょっと癖は強いかなとは思いますけどもまあ無効化要因としては偉いって感じですねリーダースキルは4色以上同時攻撃で77%軽減攻撃録二28倍ドロップ決裁で攻撃録一1.1倍固定500万ダメージですこれどんなもんなか ?28×1.1 の十乗 72倍とか。まあ、10コンボ盤面で72倍ぐらいなんで、まあ、14コンボ盤面で106倍ぐらい。倍率はザーは70倍から100倍ぐらいの火力が出るってイメージで押さえるのもらえればいいかなって感じですけど。<laughs> まあ、コンボ加算とかはない分、非変身にしてはかなり強いリーダー性能してるし、7 6をほぼほぼできるんで、まあ、あかなり多色の相方としてはね、あの、縛りもなくて、使い勝手いいですね。非常に汎用性高いキャラって感じ。なんかすごい、誰でも使えるキャラっていう感じがするので、そこは非常に評価できるかなって感じはね、します。はい。 で、武器です。毒プラス、お邪魔プラス、チーム HP に光闇ド努力を持っていて、スキルが3ターン、最大 HP2 倍、盤面7 6マス、2ターンヘイストが13なんて感じになっております。これが、マキマですね。はい。続きまして、次のキャラ見ていきましょう。早川秋です。星8キャラで変身キャラです。バインドスキブさん封印ボイス持ちで、ロック解除、上段2列、水、下段2列、光に変身が25ターンって感じになります。はい。で、 変身後、バインド封印、水列3つ、光列3つ、超つなげし2つに悪魔キラー、枝豆、ボイス持ってくれています。スキルは1ターンダメージ無効、貫通、上限値が50億になる、6解除、上段2列を水、下段2列を光が3ターンって感じになってます。これ、ベルガー,あ,ーあれなにこれなんかベルガーみたいな感じの性能してるよね。でもこれあれか、俺今気づいたけどこれ3ターンなのか。ベルガーがさ、あの、 ロック解除2列制成無効貫通でさ、あいつ4ターンじゃん。確かベルガーが4ターンなんだけど、早川秋これ3ターンなんですね。あ、そしたらもうぶっ壊れチート最強じゃん、これ。やば。これ3ターン、か俺最初気づかんかったけどさ、これ3ターンってやばいぞ。これ、これやばいぞ。3はやばい。しかも、ベルガーと違って上限50億もあるから、なんていうの三坂見事とかベルガーって、攻防業のキャラに対策ができないんだけど、早川秋って攻防業も対策できるんですよね。だから、 あ、やばい、やばいぞ、このキャラ。早川秋一番やばいかもしれん、今回の中で。周回最強クラスのぶっ壊れチートキャラクターっすね、これ。俺最初3ターン気づいてないから危なエアプかますゴだったら4ターンだと思ってた3でこれは意味わからんな。いや、これ周回最強っすね、間違いなく。とんでもないと思います。はい。続きまして。えー。 武器ですね武器は神キラー、悪魔キラー、攻撃キラー持ち武器でスキルは HP80% 減少5ターンスキル使用負荷釘ドロップが落ちやすくなる敵の H 最強ぶっ壊れチートが今誕生しました普通にえっと 最強ぶっ壊れチートやな、これ。えっと、待てよ。でも、まず一つ言いたいのが、えっと、サノスとヨルとは完全に全然違うキャラ性能になってるんで、これ注意してほしくて。これ、パッと見、あ何も考えずサノスとヨルと比べたくなると思うんですけど、全然違うくて、サノスとヨルは残り HP50% 分とかのダメージなんで、その、使用量とか全然違うんですよね。で、このカースの剣は、これは50、50%確定グラビティだよね。50%確定グラビティだから、 言うなら、夜武器で半分まで削った後に、カース武器で半分から削ると、確定ワンパンになるんだよな。合ってるよな、合ってるな。っていうことで、この50%グラビティは、今までのやつとは10ターン分重い分、全然用途が違う、この確定50%グラビティの方ですね。まあ、どうっすかね、これ、しかもキラー3種があるんで、そもそもキラー3種武器としても強いし、しかも後半50%グラビティで撃てるって考えたら、まあ、化け物やと思いますよ、これは。 とんでもないバケモン武器やと思います。まあ、これが一番の足りじゃないもん、普通に。キャラちょっとなんか、三坂見事とか、出るかとかぶるから、うーんって思ったんだけど、武器はもうチートクラスですね。これほんと最強ぶっ壊れチート。まあ、キャラ自体もう言うて周回としてはかなり強いんで、まあ当然、あの、チェーンソーマンコロシアムとかでは活躍してくれそうですね。はい。で、えー、こちらはね、モンスター交換所で入手できる、えー、キャラクターになっております。はい、こちら、リアリティ 5? バインドスキブ。 プラス、回復ドル強プラス、指がドベで4色攻撃6個、ボイスに超惑星回復強化、プラス持ちです。えー、回復ドル強プラス持ちです。スキラは5ターン、チーム内バランスタイプ1つにつき、攻撃力が上昇、6回受信、盤面は火水木光闇、回復に変化が5ターンって感じになってます。リーダースキル指12秒固定で、バランスの HP4.5 倍、4色同時攻撃30倍、3コモか3固定1ダメージって感じになっております。はい。 まあ武器ですね。クライプラスチーム HP2 つ。黄取強プラスやミドル強プラス持ちで。スキラーは10ターン回復指ビが1.5倍。10ターン強化ドロップ少し落ちやすくなるが9ターンって感じになっております。という感じでした。はい。まあ、非常にそうっすね。なんか、やってんなって感じ。性能的には。まあ、まず、マ,キマに関しては、えっと、シンプルに三色攻撃強化なんで多色キャラとしては悪くないし、 無効感ドロリフも3ターンで撃てるから悪くはないっすね。で、まあリーダースキルも強いし優秀だとは思う。で、まあ武器もまあ強いっすね。ただまあ巻き場は結構、えっと、三色攻撃強化なんで、使いどころっていうのは難しそうな感じはあるかな。まあだから何かしら強い相方がこれから実装されるのかはわかりませんけど、ちょっと三色攻撃強化っていうだけでネックなポイントになるかなとは思います。まあ実際10強とかのはやっぱ今の環境強いからね。これが10強だったらまあ地ドだったな、本当にこれ。 まあっていうのがちょっとネックなポイントであるけど、まあ、でもリーダースキルもね、非常に優秀なキャラではあるので、やっぱ実際に使うとかなり強そうな予感はしますね、マきマは。で、まあ、武器も強いと。で、まあ、早川明に関してはもう周回最強確定やね、これは。 これほんと、三坂美子と超えるとしたら、こいつしかいないってレベルで強いんで、期待値の抜群のキャラ。まあ、ベルガは超えただろうね、確実に。で、まあ、武器はほんとにチート意味やからん。50確定比べてにキラ三種という感じでした。まあ、やっぱ、ゴッドエースコラボのだけあって、性能はすごい尖ってますね。まあ、なんでぜひともですね、引きに行く人はガチャ頑張ってみてください。じゃあ、今回はね、新キャラ話す動画でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。